テルクテ、ドイツ語、テクタ、トンに LKT、地元方言では、T、リットルトン、とも発音される。定地ドイツ語、ティーグッドは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター・ラントに属すバーレンドルフ郡の市である。本市は、ミュンスターの東約12キロメートルのエムス川沿いに位置する町である。この町は、巡礼地として、 あるいはギュンターグラスの物語で知られている。テルクテは北から時計回りにオストベーベルン、バーレンドルフ、エーバース・ビンケル、ミュンスター、クレーベンと境を接している。テルクテ市は中核市区と二つの市区ベストベーベルンドルフとベストベーベルンバトルプからなる。ベストベーベルンは1974年までは独立した町村であり、ドルフ地区、バトルプ地区、 ブロック地区からなっていた。ブロック地区は市町村再編によりオストベーベルンに編入された。エムス川の支流ベーバー川がベストベーベルンを通って流れている。人気の背景口は乱玄間である。ここにはベーバー川を利用したかつての二輪水車がある。ネオゴシック様式のセイコルネリウス及びキプリアン教会はセイマリエン教区協会組織に含まれる。 テルクテ周辺地域にはローマ時代後の早い時期からザクセン人が定住していた。カール大帝のザクセン不況に伴いこの地域はキリスト教家されていった。初代ミュンスター司教リウドゲルスはテルクテに教会を建設した。この初期教会はおそらく木造であった。テルクテは南から来た交易路が北海方面とバルト海方面に分かれる分岐点に位置し、 エムス川の都市地に面していたため、発展していった。もともとこの地には、フランケンフルトとデルゴートという名前の二つの農場があった。テルクテは、徐々に成長していった。最初はテルガース、その後、テルゲット、テルジョスと表記され、最終的に現在の使命であるテクタとなった。この集落は1238年に都市圏を獲得し、ハンザ同盟に加盟した。 1500年頃何度も大火が起こった。こうした火災の一つで古い教会も完全に消失した。テルクテはペスト化に3度苦しめられた。1599年にはこの町の住民の半分以上が死亡した。最先例派の時代、人々はミュンスターの司教領主、フランツフォンバルデックに対して彼の町が奪回されるまで滞在することを許した。 1941年までテルクテにはユダヤ教会が存在した。シナゴーグは1938年に破壊され、ユダヤ人墓地は1942年に整地された。現在はその場所に掲げられた記念版がテルクテにおけるユダヤ教の歴史を忍ばせる。1968年7月1日、キルヒシュピールテルクテがテルクテ市に合併した。 ベストベーベルーンは1975年1月1日にこれに続いた。15月17日26月6日3万1970年の人口調査により中正テルクテの市議会は32議席で構成されている。2016年4月17日の市長選挙で当時現職のボルフガング・ピーパーは79.2 パーセントの支持票を獲得して市長に再選された。テルクテは2016年現在、緑の当所属の市長をいただく、ノルトライン・ベスト・ファーレン州で唯一の町である。テルクテ市は1976年3月31日のミュンスター行政管区長官の文書により、以下に記述する紋章の使用を許された。図柄紋章は白地で緑の芝生の上に、 緑色のどんぐりを二つつけた緑色の多くの若木が描かれている。テルクテの紋章には多くの若木が描かれている。テルクテはかつて多くの森に囲まれていたためである。テルクテという地名はテルジという言葉に由来している。この言葉は小さな木、枝、苗木、子供を意味している。1976年の同じ文書により、 以下に記述する旗の使用も許可された。旗、長辺と平行に1、3、1の幅で白から緑から白のストライプ。緑の帯の中央に死の紋章。上り、長辺と平行に1、3、1の幅で白から緑から白のストライプ。中央の帯上部に死の紋章。やはり同じ文書によって以下に記述する紋章の使用も許可された。印象。 テルクテ市は、市の紋章の周囲を大文字のシタットテクタという文言で囲んだ印象を使用する。テルクテは、以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。テルクテは、クリッペン博物館、マリア生誕マーケット、テルクテ巡礼で知られている。テルクテ巡礼は、定期的に約8000人の巡礼者が訪れるドイツ最大の巡礼祭である。毎年、 合計15万人の巡礼者がテルクテを訪れる。この他に、キリスト商天祭には100台以上の馬車が参加することもある馬車の巡礼が毎年開催される。この巡礼は、内市街や市の大きなイベント会場であるプランビーゼに多くの観客を引き寄せる。テルクテのプランビーゼでは、その他のイベントも開催される。5月第1週末のモントゴルフィアーで、9月の 大規模なマリア生誕マーケットである。さらに、夏には、定期的に中世フェスティバルが開催される。2014年までアドベントの時期には大規模な、中世風の光のクリスマスマーケットがテルクテで開催されていた。テルクテでは時々展覧会も開催される。2009年に、クリステル・レヒナーの、アルタークスメンシェーン。2011年夏には、ハシュルトの、 トラッシュピープルが展示された。アルタークスメンシェーンは2015年4月から7月まで旧市街に再び展示された。3万5000基以上の墓があるラウハイデ森林墓地はテルクテ市と隣のミュンスター市との市境近くに位置している。この墓地の管理権限はミュンスター市の緑地、環境保護局である。墓地はこの役所が所有している。 コルンブレンネライ博物館セイクレメンス教会と、巡礼礼拝堂、ギュンターグラスの物語、テルクテの出会いで、この街は重要な役割を演じている。この物語では、1647年にテルクテのエムスモン近くの旅館、ブリュッケンホーフに、トーッチランドから主要な詩人が集まり、文学や来たるべき30年戦争の終結について、議論する。テルクテは、 ニュースターとオスナブリックとを結ぶ、いわゆるフリーデンスベーク沿いに位置していた。この道は、ベスト・ファーレン平和条約のための交渉文書が、牙の使者によって、両陣営冠を行き来した街道である。テルクテーキこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。